はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルうっぷねしのピヨタです。さあ今回もロングボーイやっていきたいと思います。前回はどこまで進んだかというと、こちらのステージ8までクリアいたしました。8ですか。なんか毎回毎回ステージを3つずつクリアしてきた割には、今回は8だった。あれ、逆に前回そんなに下りました？ステージ3ずつクリアしてきたつもりだったんですけどね。まあとはいえ 1,2,3,4,5 ボーナスで 6,7,8 で行くならば合ってんのか。2ステージじゃなくて3ステージ前回もクリアしてるんですね。ボーナスステージが挟まったから数がずれたってことか。じゃあ今回は90ボーナスかやりましょう。ということでやっていきます。ステージ9、高いところは任せて2、やっていきましょう。こちらの動画は2023年度 A1 企画の動画となります。企画説明に関しましては説明動画をご視聴よろしくお願いいたします。さあということで、高いところは任せて2、早速ボフ。背が高くてもちゃんと食らうんだね、これは。さあリトライ。さあまずは事前に回収で、ドアをくぐります。よいしょ。でもらいましょう。で使えばいいのかな。お、消してあげるよ。あー、ありますよね、カラフルになるやつ。え、でもそれもともとさ、あの女の子が持ってるものですらさ、これだから結局ダメだったんじゃないの。お、ということでここで CM です。さあ限界ギリギリ祭り、同じ時期に収録しているのでね、別のゲームでも見るような広告ばっかりなんですよね、ほんと。さあじゃあ綺麗にしなきゃいけないってことは、この黒板クリーナーでやらないといけないわけですね。よいしょ。ギョー、懐かしいこの音。もう一個やっときましょう。キュイーンで消しましょう。さあ消し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 、綺麗、イエイ、ハイタッチ、いいですね。さあということでクリア。これはどうですかね、全エンド。あ、回収できてますね。さあじゃあ行きましょう。傘忘れの下校、エンド3つは何だったんですかね。クリアと頭ボフと汚ねーっていうやつの3つか。さあ傘忘れの下校、傘が1つありますが、これは置き傘ってことだよね。わお、ここにも何かありますね。雨がっぱ存在してるのはこれぐらいか。え、あ、あーあ、苦手なんだカエル。可愛いけどねこのカエル、めちゃくちゃ。ということで傘を刺すのと、これは主人公くんの傘じゃないのかな。ちっちゃすぎてめちゃくちゃに濡れてる。まあ最悪ランドセル守れればなんとかなる気もしますけどね。さあリトライ。雨がっぱもさ、使おうにもちっちゃいんじゃないのこれ。やべえやつだ。さあバチコーンって。さあ CM 入ります。多いですね。さあこのおばさん何者。さあコンビマンション、パズルと邸宅修復で謎を解き明かせ。へえ。さあ傘とこれとあとどうしましょうかね。お、あ、これでどかせるんだ。え、植えましょう。やっぱりね、だと思ったよ。はい、
便利すぎんだろ。あれ、その緑色の傘ってさっきカエルどかすのに使った傘じゃない？大丈夫かな、勝手に使っちゃって。さあ、ということでクリア。これでエンドは全部見れたかな。ちょっと確認です。おお、 OK ですね、完璧。さあ、ボーナスステージ2、星が欲しいな。サブ、今回はすごい調子いいですね。ボーナスステージ2、星が欲しいな。説明を。星が現れたら素早くタップ、30秒以内にたくさん集めて100点以上を目指そう。イガグリに触ると少しの間動けなくなるから注意してね。レインボーは高得点。なるほどね、イガグリはダメ、レインボーは高得点、それ以外は星をただ回収し続けろという話。うわ、マイナス 20? やばすぎんだろ。いや、イガグリスかなりな量出てくるな。レインボー2つあるうち1つが基本的にはイガグリになるのか。あー、正解は1つで、1つ出てきた時は確定っぽいですね。危なく、地味に危ないですね。危な、105点だよ。ギリギリクリアですね。ニューレコード。逆にさ、どの得点までいったら、おっと、ここで CM ですね。即罰を押せるのはありがたい。さあ、これはどこまでいったら点数でどれぐらいかって書いてあるんですかね。さあ、やるしかないね。全回収目指しましょう。ほっほっほっ、そい、危なすぎんだろこれ。一つ出た時は安心できますね。あー、こーわ。一瞬さ、星型してるからさ、めちゃくちゃ怖いんですよ。ふっ、135点どう？銀までは行ってくれないかな。おお、金だ、やったぜ、やった、地味に嬉しいこれ。いや本当にね、いや、こっちのボーナスステージがね、300個なんですよ、プロ288個、ギリギリなんですよね。一回やりますか、これもリベンジがしたい。ただ問題はね、携帯のその強さ上結構きついんですよね。連打しようにもね、結構携帯が重たくてタッチが全部効かないんですよ。なので、まあ頑張るしかないね。おー、順調にいくしかねえ。300個目指して頑張れ。めちゃくちゃいいペースじゃないこれ。お、めちゃくちゃいいペースじゃないこれ。カタカタ言うのはもうしょうがないとして許してください。300、300、いける、いった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 、やったぜ。50、いかない、うわー。いや、でも347個やったぜ。これで悔いはないね。やったー。おーっと、ここで CM。 いや、もう甘んじて受け入れましょう。 CM も甘んじて受け入れる、このハイスコアのね、余韻を。あー、いや、いいですね、ほんとよかった。いや、実は今ね、両手でやってるのが前までだったんですけど、むしろね、携帯の画面がちっちゃいから片手の方がいいんじゃないかって思って片手でやったんですよね。さあ、ということで収録時間もバレてしまうが、バツ印ちっちゃいよね。押させる気ないでしょ、ほんと。ということで、今回はここまでといたしましょう。何よりも嬉しいボーナスステージのここのね、クリア。金の獲得、本当に良かった。ということで、次回からはステージ11からやっていきましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。